東京2ミニッツ、いろいろやってます。チャンネル登録ぜひお願いします。びっくりしました。ボン、こんな感じでですね、リチウムイオン電池が膨張した模様です。音は出なかった、出た時に起きたんであれです、わかんないんですけど、こんな感じ。横から見ると硬いですね、電池自体で。ガラス吹っ飛びました。で、ネジも取れて、横から見るとこんな感じで、かなり膨らん、2機とも膨らんでますね。でガラスも外れて、まあ当然閉まりませんし、まあもう交換も無理かなと。これかなり前の2世代目ぐらいの iPad なんですけど、もうこんな感じでちょっとボヨボヨしてますが、皆さんも iPad お気をつけください。ではまた。